ステキシンスケくんとは、日本の競争馬である。逃げのレーススタイルを得意とし、重賞を2勝するなどを活躍した。現在はチェコで、種ボバとなっている。12月4日に、中京競馬場で行われた、新馬戦でデビューし、単勝1番人気で解消し初勝利を挙げた。続く、クリスマスローズステークスでも1番人気に支持されたが2着だった。 この年初戦のクロッカス・ステークスでは2番人気で2着、続く、重賞初挑戦となった、アーリントンカップでは3番人気に支持され、レースでは、ロジックやゴーゴー・キリシマラを相手に1着となり、重賞初勝利を挙げた。しかし GI 初挑戦となったサツキ賞では8番人気で12着、続く、NHK マイルカップも4番人気で17着となるなど大敗が続いて、休養に入った。 夏頃に帰球し、復帰初戦のアイビスサマーダッシュでは得意の短距離レースとあって2番人気に支持されたが12着だった。金走の不振から人気を大きく落とし10番人気で迎えた、形成杯オータムハンデキャップでは、スタートから逃げ切って、重勝2勝目を挙げた。しかし以降は参戦は、スワンステークスの4着以外は惨敗が続き、その後長期休養に入った。 長期休養明けで迎えた、カシオペアステークスは9着、次のキャピタルステークスでは5着となり、終わりステークスでは3着に入選したが、束の走行を妨害したため7着に降着となった。この年初戦のヨド短距離ステークスで3着、続く、シルクロードステークスも3着となった。そして次の東風ステークスを逃げ切って約1年半ぶりの勝利を挙げた。しかし続く、 谷川学ステークスでは8着、テレビ、愛知オープンでは6着に敗れた。ポートアイランドステークスは一番人気に、支持されるも10着と大敗した。続く、スワンステークスでも11着に敗れた。続く、阪神カップでは14着と大敗した。休養を終えてこの年に新設された、東京スプリントに出走したが、8着に終わった。続く、KO 杯スプリングカップでは、 後位集団からレースを進めるも、直線で失速し、ブービーの17着と大敗した。続く、バーデン・バーデンカップでは、後方大1策も伸びきれず11着に終わった。続く、関谷記念では18着、札幌記念では16着とともに、との負けを喫し、休養に入った。札幌記念の出走を最後に、チリで種ボバになると報じられた。日本からアイルランドへ輸出され、 小玉隆支給者に預けられたが、現地での出走は実現しなかった。8月18日付で JRA の競争場登録を抹消され、その際にチリでの種ボバジが改めて報じられたが、上述したように現在はチェコで種ボバとなっている。場名には、素敵、新助君という言葉がそのまま使われている。この、新助君とは、場所の友人で、 タレントの島田紳介のことを指しており、島田は自身が出演しているテレビ東京系の海運。何でも鑑定団のオープニングで僕の友人に競馬の馬を持っている奴がおるんですが、その一頭に素敵紳介くんという馬がおるんです。中継見たら笑えますよ。自分の名前がずっと4コーナーで呼ばれるんですから。と語ったことがある。叔父に種ボバの赤ビールとリシウスがいる。 ありがとうございます。